嫌な事件だったね。腕が一本まだ見つかってないんだろう。え、何が。ケツくん、お待たせ。じゃ、馬に蹴られる前に退散するかな。驚かせてすまなかったね、ケイチくん。で、どうだったんだ、掘り出し物は見つかったか。ああ、聞いて聞いて。あのね、あったの、ケンタ君人形。ケンタ君人形って、あれか。ケンタ君フライドチキンの店の前に必ず置いてあるあの等身大人形の。そう、ケンタ君。かわいいよ、お持ち帰りしたい。あれはゴミだろ。お持ち帰りしたきゃしてもいいんだぜ。ケンタ君、ゴミの山の下敷きになってるの、簡単には掘り出せないよ。明日俺も手伝ってやるよ。え、弁当の恩返しってことでさ。ありがとう、ケイチ君が手伝ってくれる。ケンタ君をお持ち帰りできる。なあレナ、ここで昔なんかあったのか。工事をやってたんだって。詳しくは知らないけど。ダムの工事？例えばさ、その工事中に何かあったとか、事故とか。知らない。え？レナ、去年までよそに住んでたの。レナも転校生だったのか。俺はてっきり。だからね、それ以前のことはよく知らないの。ごめんね。ああ、そうか。